うちのあの取引先の部品屋の女の子にマリンちゃんそのままの人がおるけど、俺もマリンちゃんっつったらあのパチンコしか思い浮かばないですよ。海物語、海物語のあの魚群がバーって出てくる。いやあれは久々に大当たりのアニメと思うけどね。マジですか。まあ、原作が面白かったっけ。まあでも俺はくせかくれって言った人にはあげようかなと思うけどね。うーん、事件の。いやそういう意味ではやっぱ自分が作らんやなって4枚ぐらい飛んでくる。ああ福さんステッカーですか。佐藤さんの絡みでこう見てたらね、俺のも作れって言われちゃう。コンプリートしたい人もいるだけ。ああ言ってましたね。3人ね、ファンがついてくれるのがすごいよね、おじきゃん。いや、ほんまそうですね。最初何気なく始めたのに。ねえ。いや、今日でもさ、あの、しまちゃんの方のね、あの、視聴者なんだよって、福さんで、さださんも、さだ、やべえ今日でもね、あの、酒屋で会った人は、あの、ステッカー渡したら、あ、これが例のみたいな感じで言ってたから、いや、あのそのステッカー作って、だからツイッターとかも見てるんでしょうね、きっと見てくれてる人だと思いますね。多分ツイッターで多分、いや今日もらいましたって上がったらすぐ。でもなんかあれっすね、今回このタイミングで作ったから多分あのデザインになったから、まあちょうど良かったんかなと思いますけどね。もっと早くに作ってたら多分このデザインになってないですもん。あの大体キャンステってなんかこうポップな感じじゃないですか。絶対逆行ってやろうと思って。だって俺もわざわざだからこういうもうサダっていうだけのにした。それか俺は逆にあの自分のあのツイッターとかあのフォローしてる人のあのイラストレーターさんとかいる、あ、はいはいはい、ああいう人に逆にこう依頼して、ああちゃんとしたやつ、ちゃんとしたの作ってもらっても面白いかなっていうのは自分でその分価値があるかなって思うけどね。だって俺ももうサダさんで売れとるけど、サダをのけるわけでいかんけせめてダナさんぐらいにしとくか。ダナ白黒の戦わないけじゃないかい。初めにしっかりあのイブショカにはけんかったね、チルヤさん。あれチルヤだろ。真っ黄色になりますよ、チルヤさん。ちょっと避けてくれ。何するかわからんのだけど。俺も今の見たことないんだけど、この人、ああ下着なんだよ。禁断の行為じゃないですか、それは。いや、本当に見て、ほら。マジですか。ほら。え？あ、ほんまや。ちゃんと作ってんな、それ。いや、俺も今まで見たことないんだよ。見て、見て、ほら。いいってば。ちゃんとすごいよ。その中身の具を見てみたら見てほしいんだけど。ちょっと。でもよう作ったらよこれ。ねえ。いややっぱ多分紙の造形とかもすげえこだわってますもんね。これね。うん。これ本当にあのメガスタ似合ってるだろうなとか監督。あのこう髪の毛をこうバッてやった時のやつですよね。うん。その瞬間ですね。その瞬間。今回でも初めてじゃないですか、こういうあのフィギュア系が出てきたのは。本格的な立体的なやつだね。ねえ、しっかり上がったやつ。そういえばあそこのレストランは空いてるみたいだったですね。あそこのレストラン結構空いてる。あの温泉があってそこの下にレストランあるじゃないですか、あそこ空いてましたね。あ、まあ温泉が多分8時ぐらいまで空いてる。空いない、うん、箱使うと思うし、なんでこの中は箱使うと思うよ。なんかぐるーっと回るんじゃない、あそこ向こうに出られる系。なんかさっきからポルシェだったりね、なんか回ってみたいんだろ。 でもなんかこうするんだったらやっぱなんかあのキャンプ場だけの車のデイリーにした方がなんか、うん、ええ気がしますよね。だから夜中でも車入ってくるよね。多分入ってくる。いや多分だけ閉めるのか。ああいうのだけ時間が車の移動なんてまでって書いてあったから、なんか どっかし金持ちか極端よね。コツコツやるか。はい。すごいな。おメスティンプレゼントすげえ。ラッキーラッキーですね。ラッキーじゃん。じゃあ写真を。じゃあ。いやどうぞ。よかったね。いえいえ、ぜひぜひ使ってください。
ハンターっていう。ああ、へえ。茶色いやつね。そうなんだ。二人ですか。あ、そうです、今日。へえ。二人で。春休みじゃけ来たんかな。1年生になるかよ。あ、1年生になるの。あ、うちと同じですね。1年生になるの。おめでとう。いやいや、ありがとうございます。いやいや、どうぞどうぞ使ってください。じゃあ、すいません、お邪魔しました。いい。暇になったら来て。あ、そうそうですね。全然来てもらって大丈夫なんで、はい。2人なんだったら。ね、落ち着いたら一緒にまたやりましょうよ、ね。もう僕らもうここで飲んでるだけなんで。ぜひぜひ。今日が今日快晴だね、これ。快晴ですよ。風があるからダメじゃん。ああ、そっか。揺れるのか。うん、揺れる。揺れる。揺れる心。一緒の歌歌うな。しかも俺がカメラ移動させようとした瞬間に歌うからな。ムーディー。あ、結構あるね。ララララ。なんだかんだこの鍋買ったのにはほとんど使ってないもんな。チートゥーサミットの。これね、使えよ。でもチートゥーサミット好きっすよね、福さん。うん、結構なんかいろんなの持ってる。マットとか。あ、これね、こうできるんよ、ハンドルが。ああ、その蓋が。蓋の上でロックできるから。もうなるほど。こんな寒いんだったら豆腐とか買ってくれよかったな。あ、それだったら湯豆腐とかいいかもね。ねえ。これでロックができるから、その辺はね。よくできてる。外れるんじゃない。ここでロックができる。いやいや、あの、すっぽり取れるとか。あ、それはないですね。やっぱここは、こっち側は完全にロックしてるから。なんか、キャンプ場であの、何でも屋みたいな人がいたらいいのになと思いません。なんか買い出ししてくれる人。ちょっとお願いします、ね。お願いしますっていう。ちょっとタコでもいいけど、ね。そうそう、あの、豆腐1個買ってくるの500円でもいいから。ちょっと欲しいんだけどって。はい、はい。多分、商品の値段プラス500円じゃない。それこそあの、でも一回の買い物で1000円払っててもなんか言ってもらえないですよね。あの酒飲んでる時間あるし、めんどくせえって。やっぱ風強えな。湯がわかんねえよ。強いっすね。お湯って。なんか言ってますよ、あの後の子。二人ともスルーしましたが。泣かないで、泣かないで。あ、洗い物でお湯が使えるの最高だね、ここ。あれうまかったね。お、ちょうど引っ込んだね。今ちょうどいいぐらい。ほら、ほら。あ、いいじゃないですか。あれシャッターチャンスですよ。まあ、多分上がる間に沈むよ、もう。早い。つるべ落としだから。出た、つるべ落とし。ショックデーですか。ショックデーつるべ。あれもう見えんもん。ほら。ほら。早いよ、ほら。ああ、ちょっと取ろう。あっちまで行く。あぶっ。おー、いいじゃないですか。いい景色が広がってますよ。そこで、よければ。おお。群生になってるかどうかがちょっとあれですけどね。まあ、見えるですよね。うん、あ、ちゃんとなってるじゃん。そんなきつくはないと思いますけどね。うん、ちょっとあったかいもんね。うめえどんだけ寒いんじゃない。寒かった。どうした、パンティーストッキングでも履いたの。ダウン履いた。あのネイチャーハイクの。ネイチャーハイクの。おお、こんな感じ。ダウンだから全然違うでしょうね。一枚履いたら。1枚履いたら全然違う。風が通らんで。うん、やっぱりあのワークマンの1500円じゃ。あ、ワークマンの1500円じゃダメだね。防水パンツじゃダメだ。カトリ前後でやったらいい。ちょっと微妙。新ニコだそれ。新ニコでこうちょっと新ニコ。絶対食えになる。今日新ニコないわ。あ、でも全然違う。あったかい。でもあっちも新ニコいるよね、多分もう。多分そうでしょうね。こんだけ暖かくなったら。月末が多分いるんじゃない。うん。いやー、今顔かカバーかぶりに悩むんだけど。おはようからお休みまで。うん、それ顔で。あれ受けたんだから。困った顔しないで。いや、
今のはあの多分失笑的な顔だったかライオンだったかどっちか分かんなくなったんですよ。しかもおはようからお休みまでライオンか、顔じゃなかったね。顔じゃないですよね。あ、じゃあ俺が張ってたんだ、うん、正しい。なうめえべ、あ、俺ももらおう。うめえべクジラ、うめえべ、うめえべ、うめえべ、うん、乗り物ですか。うめえべ。俺がまた言い出すから。そのものとか言い出すから絶対。じゃあちょっと長門橋ですか。あ、うまい。長門橋？長門橋じゃないのこれ。にわか先生？長門橋って書いてありますよ。うん。長門橋。長門橋。はい、はい。にわか先生の話をしてる。にわか先生って知ってる？あれっすよね、なんかお面みたいなついてるやつですよね。そう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 。じゃあこの飲んだらダメ人間になるって言われてるこのグラス酒を。グラス酒うまいよ、グラス酒。ああ、うめえ。ダメ人間、ダメな人だけでもうダメ人間だね。もういや、でもあれっすよね、あのそう思ってるだけで実際うまいって結構あるっすもんね。いや本当にうまい。いや、これマジでうまいと思う。飲めるというか、マジで俺今日はこの一瞬半分だけは、初体験にね、目から鱗が落ちた。うまいのに知らんのかい、ほんともったいないよ人生。あんなもん飲めるかって言ったのが、まさかこんなにうまって思うと思わんかった自分。でもこれで人生得しましたよ。得したね、美味しさが分かったから、うん。あのカップだけ本当にうまい。ちょろっと買ってすぐ飲めるっていうか、うん、あとなんか干物でもあった日にゃ、もう転落の一途だけど。光駅過ぎてじゃなかったかな、あっちの方になんか移転してるはず、店舗が。え？おー、久しぶり。お久しぶりです。久しぶり。なんかすぐ分かってくる。来てくれたね、わざわざ、ありがとう。あ、今日 お兄ちゃんはお兄ちゃんはお兄ちゃんはお兄ちゃん来てないんだ。お兄ちゃんはちょっとね、用事があって、楽しみにしてて。お兄ちゃんも会いたかったのにな。あれ、それおじキャンステッカーですか。おじキャンステッカーは、まあ、あ、じゃあおじキャンステッカーこっちで渡し。お、すげえ。お兄ちゃん分はいらん。お兄ちゃん、もらっていいの。お兄ちゃん分ならもう一枚あげようか。いる。じゃあこっちもお兄ちゃん用にもらうもん。もらう。これがあのおじキャンステッカーと、俺のはい。ありがとうございます。あとね、これ最近奈良行きまして、慣れた時にあのもし使えばなんですけど、これ使えます？え、買ったじゃん。はい。俺も持ってるんで。だって動画でめっちゃ見てるやつ。あ、そうそうそう。あの良かったじゃん、来て。めっちゃ良かったじゃん。嬉しい、ありがとう。良かったじゃん。すごい、なんかもう来て早々お土産だらけ。ちょっと待って、なんか先で、マジで。ちっちゃいですけど、こっちの用のおすみ。これですか。おい。いただきました。そうそう、明かりをつけると暗いわよ。これ美味しい、これ。あ、ありがとう。おお。これ温めてからなんかこう。湯煎するそのまま。湯煎もいいかもしれんですね。それこれやるんじゃないあんた。うん、先。八九時が。まあそのままでいいじゃない。八九時がって。わかる。わかる。わかった。八九時って出てくるな。あ、つぶさん。速攻出てくるのがすげえ。さすが。さすがだな、みんな。話が早いここも今あれ、そこも特売所も閉鎖になってるのが、なんか、うん、コロナって。そうそう、うん、だから本当はここで食材買って、ここで作ろうと思ってたんですけど、もうそれも全部ダメだったそうなんで。ああ、
こういうのが入らないだろ。そうなんですよ、どこに置くべきか。明るいなこれ。この辺に置いとこう。ワックのやつね。あこの間レビュー誰かなでしこになってる。通るってお前だそれ。そうそうそう、ポール。そのままで。肩に来るよ、これ絶対。誰か止めてよ。止めねえよ。誰か止めてよ。止めねえよ。誰か止めてよね。止めませんけど。見つめ合う二人。おっさん。ふくちゃんが変態だとしょうがないよ。そんな褒められてない。本当はあの、もみじおろしとかがいいんだけど。ああさすがにそこまで準備できんか。ポン酢でいい。ポン酢忘れた。嘘。さっき食いましたね、ポン酢。さっき、つけて食うよって言わないから。何わけのわからん、ボケ老人みたいな。突っ込むだろ。突っ込むだろ。ボケたら突っ込むだろ。もう鮮度が鮮度が命やけん。もう一気に突っ込まない。一気に突っ込むからね。もう穴を見たら突っ込むしかないんだけど、このお父さん。なんか俺野獣みたいなやつ。野獣じゃん。ダメ。今日なんかすげえ目で鳥を求めてる。ホルモンでさ、目と目で通じ合う。かすかに水っぽいって。水っぽい。薄まったんじゃん。今このすごいあるよ。見てこの景色。このラインが。今ブルーアワーだっけ、ちょうど。ミュージックアワー？ミュージックアワー？それ違うやろ。いや、今日ね、薪誰も持ってきてないんですよ、うん、いや、風が強いとか、なんかそういう、うん、あれで焚き火はやめようって、うん、個人的に思ってたら誰なんだ、まあ、誰が持ってくるいや、大体みんなそんな感覚よ、うん、知ってたら絶対言ってた。何買ってきたの？パン買ってきたの？その時はだから、あとあんた肉焼かんねん、あんたそういや、そうだったね、うん、すっかり忘れちゃった。あた今言い落とした。あの灰皿やるやつ、なんて言うんだっけ。んしまじょうパチ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 の俺名前が動かなくて長時間かかる。先にそっち動かそうがすごいよね。その俺も今その方がすごいなって。まあ多分前中まで通ったか。まあ切ってみれば分かるよね。薄いから大丈夫じゃない。薄々 0.1 0.1 や 0.01 だって。はい、つまんない。あっ、いや、あこっち、うまそう、うまそう。こっちじゃない、わさびにする。いや、このままでいい。いける、大丈夫だよね。あ、うまっ。あ、柔らかいよ、この肉だけ。あんまりあの火通してないけ、多分大丈夫と思う。いや、うまっ。うまいね、これ。めっちゃうまいね、これ。くしまともどう？じゃあ、いただきます。いや、うまいよ、これ。飲め。止まってけ、止まって。どこに寝るんや、あんた。いや、自分車だってね。あ、そうか。車中泊しようじゃん。キャンピングしようか。寝袋あるよ。なんなら俺の車に寝てもらってもあ、俺も寝れるんだよ、キャンピング車中泊しようで。みんな、ベッドキットついてるよ。ちなみにね、今でも撮ってなかった。あ、よかった。撮ってないんだ。よかった。音声だけかなと思ったらよかった。で、今日ずっとマイクつけさせられてるから。マイクつけてるよね、ほら。マイクついてる。あれ、うん、マイクつけさせられてるから。撮れてなかったら、正座だっけ。え、接近詰め？接近？接近詰め久しぶりに聞いたの、それ。でも、ここで撮ってて。マジで音声取れてたらいいんだけどね。取れてなかったら笑うよ ね。大丈夫、オッケーオッケー。あともう全部テロップで、自分でテロップ編集が大変だ。音楽だけでお楽しみくださいみたいな。いや、そんなことはないんだけどね。クエ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 チョコボール。うるさいね、うち、うん、誰がうるさいかね。あんた、あんたに同じこと言うな。これパン、ちゃんとパンツもちゃんと作ってあげる。これ見て、ほんとだ、ちょっと見たいね。よう作ってやるよ。だってマックスファクトリーだけ。あれ、でも若子酒って、まあ、
あの竹狩り俺あの初め、はい、どっちの方ドラマの方あのアニメ見て面白いと思って最近ドラマやってるの見て、うん、ああこんなんやってニーナちゃん可愛いよ竹狩りになってすげえ格闘家がこんなことやってるよってシューって可愛いよこれまたあの格闘家がやるのかこんなこととかって、うん、まあ日本似合ってるよね可愛いしねでもあそここの間3月に行こうと思って予約の電話入れたらあいらっしゃいあいらっしゃいいらっしゃいどうぞどうぞどうこれホットサンドメーカーですね。外せる。おお。この色って珍しいですね。ホットサンドメーカー。あ、そこも外れるんですか。ここも一応だから外せて。かなり。すごい。これちなみに何ていうところ。これは、ね、勇者っていう。あ、はい、あ。だから普通は鉄だけどこっちはステンレスの。ああそうなんですね。キラキラしてる。へえ。珍しい。だからその分ちょっと重たいけどね。ああ。でもそれ外れるっつのはいいですね。うん。外れて短くなるのが。だいたいあのこの持ち手の部分が邪魔になってね。ね、仕込み式じゃなくてこうレバーでロックする。おお。ああなるほどなるほど。緩んできても、まあ、多少は調整ができるじゃないですか。うん。おはようございます。これ今度ねオピネルのナイフのケースも作ったんですよ。すごいかっけえ。これ上手に作るね。あ、これはですねあの販売用で作ってもらったやつで2990円ぐらいだと思うんですけどね。サイズが、8、9、10と入るようになってますね。大体あのしカビさせたりするからあまり手がないんだよな。革製品ですか。銃はちょっときつめだけど多分使っていくうちに革が伸びるので、うん、大丈夫になるんじゃないかなと。スケーターから出てるやつなんですけどガスバーナー入れ、ガスバーナー入れっていうかガスボンベとか入れるやつ。一応ね4本入るっていうやつで横にもね、うん、あの入れるところがちらほらついてるっていう。いいね。お値段的に多分2000何部だったと思うんですけどね。そんなに高くもないっていう。これはもう出てるの？もう出てます出てます。いいな。いやいつもあのボンベがバラバラになって。そうですよね。俺もそうなんですよ。3本入りのやつを買ってあの紙のやつがバラ一個ばらけて。弱いですもんねあの紙のところが、うん。だから3つボンベやって1個はその、シングルバーナー入れでもいいですし使いかけでもいいし。だってなんか4本入る。オーディ缶も入るんですね。これ何グラムですか。これはね100グラム、110グラムのやつかな。110グラム。ほうほうほう。100グラムのやつ。110の方で。あ、本当だ入った。もう1個ぐらい入りそうなんだ。そうですね、3つぐらいいけそうですね。そうなんだ。元気250は多分もう直径がでかいから、これは入んないだろうな。ただのね寝床なんで面白いことは何もないかもしれないんですけども。最近のね僕のね気に入ってる寝床がこれなんですよ。コットにインフレーターマット、この組み合わせがねめちゃめちゃ寝やすい。ふかふかだし、ベッドになってるんでかなりいいですよね。
これはちょっとおすすめしたいかな。ちなみにこのインフレーターマットは、ブルックリンアウトドアカンパニーっていうところの、インフレーターマットです。これちなみに100均グッズですよね。100均。これバネだけが売ってるんですか。バネだけ。あれは違う。カラビナは自分でつけたってことですよね。やっぱ違います。あの風が吹いてこうなんてロープがピーって引っ張られる。あ、はいはいはい、守れる。それがそのグッて伸びる。なるほどなるほど。じゃあ実用性もある。まあ問題は耐久性がどうかよね。ああ、なるほど。ああそっか、うん、あのなんて100均で2個で1セットでけ。これチタンですか。これチタン。こっちはあのジューラー。おお。まあでも仮にべきって言ったとしても100円だからって感じですかね。まあ、100円っていう感じ。例えばこれ、うん、こうなるけ。おお。あ、いやでも結構持ちそうじゃないですよそれ、うん、多分そんなにこう無理もかかるとこでもないし、うん、すごいすぐ切れそうっていうわけじゃなさそうですもんね。まあ、ようできてると思うけどね。100円にしちゃう。なるほど。俺ただ単純にバネみたいになってるのかと思ったら、こうくるくる螺旋状かと思ったらそうじゃないんですね。そうですね。両方にあのテンションかかってるから。あ、なるほどなるほど。これで要は伸び縮みしてるけ、多少は違うかもしれないですね。無理はかからないですね。でも、はあ、あんまり数がなかったけ売れるんだろうと思うけどね。買うならお早めにって。そうそうそうなるほど。これあれなんですよ、充電できるところ。左にずらしてもらうと。あ、なるほど。あ、こんなになってるんだ。すごいですよね。